し何これが驚いたあの技やっちゃう。よろしくないこれ。こじるりが驚いた技が どこが正面だったらいいの？でもこれから、ね、正面向いてやっちゃうと見えるよね。横向きが一番いいんだよね。おお。どうすか？まあまあでももっと、もっと早く回ればごまかせるんだよね。今の前、吉田沙織が驚いたあのめっちゃうすごいさ、打ち上げ打ち上げられた精打ちみたいな。いけた？いけた。めっちゃ背中痛いけど。昼は講演会で先生と呼ばれたのに夜は裸やで。最高じゃないですか。最高じゃないか。テレビ出るからな。これ結構僕がすごい映んないっすね。です。あ、見える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 。あいつは広っ。広いって何だった。いやいや、そっか。テレビ。一番今撮ったね。一番撮った。いやいや、あいつはでかいですよ。めっちゃでかいもん。めっちゃでかいもん。肩のスズメバチの巣みたいな。わっ、うわっ、おーい、いただきました。ちょっと叩かれるんじゃないかなと思ってケツがグッグッグッ力が入ってくんだよ。やばい、行方塞がった。やばい、行けるのに、ゾウェイ。やってるね。やばいって。でもやだ、捕まえたぞ。テレビ好き。いや、これはもうベテランこれ新人ちゃんと綺麗してる。ソウルパンメまんまと盗んでいきやがった。いいえ、あの人は何も盗んでいません。あの人は私のために戦ってくれたんです。いいえ、奴はとんでもないものを盗んでいきました。私たちの服です。テレ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 笑われてるんじゃないです。笑わせてんすよ。おお。なるほど。なるほど。俺たちイケてる。そうだろみんな。グッドベイ。よし！いいですね、いいですね。ここじゃないですよ。そんな笑ってもらえるのも最初のうちだけだよ。時間来たら笑ってもらえるの。